はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはカットソーなんですが、ラーメンのースープがですね、胸のところにたくさん弾け飛んでおりまして、油染みができてしまっております。それをですね、取ろうと思ってね、ご家庭でお洗濯なさったそうなんですが、全く取れないというふうなことでお預かりいたしました。ご家庭で難なく洗える素材洗濯表示になっているんじゃないかなと思うんですが、どうしても水洗いの場合油染みなかなかね落としにくいんじゃないかなというふうに思いますね。水溶性の汚れに関しては水洗い得意なんですけど、油性の汚れに関してはね、やっぱちょっと苦手なところがあったりしますね。あとこういったドット状の小さいシミがね、本当にたくさんついてます。いろんなところに、この辺にもついてるし、こっちにもついてますね。まあ、気をつけて食べたとしてもですね、やっぱついてしまうなんていうようなことがありますね。はい、素材はこちらでございます。これ水洗いのマーク40って書いてあって、アンダーバーが2本引いてあるのがご家庭での洗い方です。で、アンダーバーが2本引いてあるということは、かなり優しくデリケートに洗ってくださいねというふうなことになってます。そしてこの W って書いてあるのがプロのウェットクリーニングのマークです。こちらもアンダーバーが2本引いてあって、これも優しくデリケートに洗ってくださいというふうなことになってます。その隣の F というのがドライクリーニングのマークです。ドライクリーニングの下にもアンダーバーが1本引いてあって、ドライクリーニングも優しくデリケートなメンテナンスが望ましいですよというふうなことが書いてあります。素材はレイヨン 70% とポリエステル 30%、 レイヨンとポリエステルのコンボ素材になっております。それでは染み抜きしたいと思います。はい、こちら仕上がりになります。たくさんあったシミなんですが、一つ残らず綺麗にすることができました。ちょうどね、胸元目立つところにね、色の段差があってはやっぱり着用しにくいかと思いますしね、ご家庭で洗って取れないといったものもですね、クリーニングに出せば、正確に言えばそのシミ抜きができる、シミ抜きの手間をかけるクリーニングに出せばですね、まあ、料金はかかるかもしれないんですが、綺麗になる可能性十分あるんじゃないかなというふうに思います。普通にねクリーニングに出して、取れないとなると、また別のクリーニングに出さなくちゃならないなんて思えばですね、やっぱりその最初からシミ抜きをしてくれるところに出した方が無駄がないんじゃないかなというふうに思います。まあね、家で洗って取れるんじゃないかって思う気持ち、それはね分かりますよ。だからどうしてもね、自分でまずはやってみようというふうな気になるかと思うんですが、それで取れない場合はネットで調べるとかしてね、何らかのシミ抜きの方法を得て、それでまたトライするなんていうような人もいればですね、じゃあクリーニングに出そうと、そのクリーニングに出す時にですね、定額制でやってらっしゃるクリーニング店さんにお出ししてもですね、うまいこと取れるかどうかというふうなところで言えば、ちょっと微妙なところあるかなというふうに思いますのでね、当店では成功報酬制でシミ抜きさせていただいておりますので、必ずその結果を出すと、ビフォーアフターの差を実感していただけるようにするというふうなことでやってますので、ぜひご相談してみてください。はい、ご利用ありがとうございます。それではまた次のシミ抜きでお会いしましょう。武田クリーニングでした。ありがとうございます。